ちょっと一個話します。何かというと、もちろん、新宿スワン2をやるって話になった時に、どんな映画でも大体そうなんですけど、ちょっとやっぱ落ちるんですよね、面白さね。これ僕が聞いた話ですよ。そのシオン監督が、ティガウ女優さんを新宿スワン2の主演女優に従ってたんですよ。で、僕がそれ聞いたのは池田エライザだったんですよ。ライブ終わったと飲もうかった時にマイコが来てくれて、で、そこにゴーが来たんですよ。で、ゴーが来た時にゴーがマイコを見て、まあ気に入ったというか、すごい話しに行ってて。俺のとこにゴーが来て、いや、ガッちゃん、この子めっちゃいいねと。俺ちょっと社長に言って、この子、次の新宿スワンで使うわって言いよったんですよ。あれよあれよというのに新宿スワン2の主演女優がマイコに決まったんですよ。で、じゃあその後、撮影が始まって順調に行ってたんですけど、あれ監督そのシオンじゃないのと聞いたんですよ。なんでかと現場にいなかったんです、撮影中。いやー、実はそのさんが結構へそ曲げちゃって、その、エライザを使わなかったから、マイコをね、俺がアリスを押しちゃったから、現場に来なくなったんだよね、あんまりみたいな。案の定ちょっとね、新宿スワン2って、俺からしてもあんまり面白くなかったんですよ。ワンに比べるとですよ。ワン、実はもう一個問題があって、タキ、ウィザードのタキっていう役があって、浅野忠信さんがその役をやってたんですけども、実はこの役ね、浅野さんじゃなかったんですよ。で、これもね、裏話でね、もともと誰やったかというと、高岡壮介やったんですよ。で、壮介が、いろいろ下手打ったけども、復帰作第一弾として、新宿スワン2が決まってたんですよ。で、決まったにもかかわらず彼は暴力事件を起こしたんですよ。それで、マタさんを頭痛めて、もちろん暴力事件を起こしてるからもう使えないじゃないですか。で、その中で結局決まったのが、浅野さんやったんですよ。本当にそのシオンってね、1の時はあんだけ現場にいたらしいんですけど、2全くほとんど来てなかったらしいんですよ、聞いたら。だからなんか自分が押したい女優が押せなかったら、現場来えへんような、しょうもない監督やねんなって僕は、イメージでは思いました。